オルレアン実験船は、フランスのオルレアンにある、かつて開発されていた、空気浮上式鉄道であるアイロトランの実験船である。浮上式鉄道の実験船としては、早い時期に建設された。パリの南方 100km のロワール県に位置しており、全長 18km で、ほぼ直線である。高さ 10m の高架で、鉄筋コンクリート作りである。 実用化された場合には延伸してパリまで15分で到達する予定だった。格納庫がチェバリーの中央のプラットフォームにあり、試験線の両端には列車が方向転換するためにそれぞれ転車台があった。アエロトランの実験は当初実験線はエソンヌ県ーヌイコールエイコールオワーズのコメッツル、シュテルトリマーズ間の 6.7km が建設されたが高速化のためには手狭になり、 オルレアンで改めて建設が決められた。1969年にジャンベルタンのベルタンテクノロジーズによって建設された。計画の廃止後、景観論争を巻き起こした。一部では撤去作業が進みつつある。スペーストレインが浮上式鉄道の試験を2020年から計画している。I-80HV は1974年3月5日に当時の時期浮上。 空気浮上を問わず、浮上式鉄道の世界記録である時速 430.4km の世界最高速度を樹立した。ありがとうございます。